700系新幹線おにぎり弁当。東海道新幹線の改札内、新幹線の改札内で売られてる駅弁ですね。本当はね、ありがとう、なんだ、東海道新幹線の、700系の東海道新幹線の、記念弁当の、特別なこのパッケージ、この外箱だけが変わってると思うんですけど、それを買いたかったんですが、今日の品川駅の売店にはそれは売られておりませんで、通常版のおにぎり弁当を買ってきました。外箱を取りますとね、こんな感じですね。いやいや、700系新幹線、ここになんか C1 とか書いてありますね。 C1 編成なのかな、なんだろう。こういう外観ですね。いよいよ700系も最後ですね。この外箱のこの裏側は、この旅行の思い出とか書いてありますね。なんか書く人いるのかな。で、製造はね、株式会社笹八。中谷本舗ですね、これね。この、中谷本舗って柿の葉寿司とか作ってる会社で、最近は東海道新幹線の駅構内で、いろんなお弁当をね、積極的に売ってますね。売れるところで売るっていうのはね、すごい営業的には、いいセンスしてるなと思いますね。ここに SS5 って書いてありますけど、これはどういう意味なんでしょうね。奈良県で作って、東京に持ってくるはずはありませんので、しかもここに製造って書いてないで、販売者。販売って書いてありますよね。ですから、これはおそらくこの SS5 っていう番号からすると、首都圏のどこか外注の工場で作ってるんじゃないかと思いますね。中はどうなってるのかな。あ、ちょっと硬いな。ちょっと開けてみますね。開けますとこういう感じですね。完全に、お子様ランチですね。おかかのおにぎりと鮭フレークのおにぎり、鶏の唐揚げ、それとウインナーですね。これはなんだ？ちょっとわかんない。エビかな？その下に焼きそばが入ってますね。ポテトフライ。で、ポテトサラダにオレンジゼリーが入ってますね。じゃあ、おにぎり。普通ですね。あ、漬物が落っこっちゃった。通常はね、スプーンで食べます。これなんだろうな。ちょっとごめんね、手で食べるね。エビだ。プリプリ。子供が喜ぶものみんな入ってる。ポテトサラダ。ケチャップ忘れてましたね。鶏の唐揚げにケチャップっていうのも不思議な感じがしますけど。至って普通の味ですね。味わいとしてはね、完全にコンビニ弁当ですね。美味しいとかね、まずいとか、そういうものではないですね。でもやはり特徴的なのは、この700系新幹線のね、
これプラスチックなんですけど、それでもこれを手に入れてね、これを何て言うんだろう、コレクションにして、もしくはなんかお弁当を食べた後のこの容器をね、何かの入れ物にして、まあそういう気持ちで楽しむのはいいんじゃないでしょうかね。ということでね、これ700系ってもうすぐ終わりなので、いつまでこの700系新幹線の弁当がね、売られるかは、これはちょっとわからないです。もしかしたらもう3月だったかな、ラストランですから、そこでもう販売が終了になるかもしれません。ですから、この外箱が、まあ、記念弁当のパッケージなのか、そうでないのかは別としても、見かけたらもう本当に買っといた方がいいですね。ということで、まあ、700系新幹線おにぎり弁当でございました。